23の時ニューヨークにたどり着いた時にも体も心もボロボロだったので、本当に自分の好きなことに対して真剣になっていいんだっていうのはやっぱり一番自分が嬉しかったし、本来の自分を気づかせてくれた場所ですね。歌手の人たちが歌でしか表現できなかったり、スポーツ選手がスポーツで何かを伝えたいって思うのと一緒で、私にはファッションでしか伝えられないことがあると思っています。私たちのブランドはファッション界のインディーズレーベルだって言ってるんですね。だからこそ最短で自分たちの意見が通るし、小規模だけどものすごく早くものづくりができる、でものすごく早くお客様に届けることができる。当たり前の洋服の作り方をするんではなくて、今できる最先端の技術を使って最善のファブリックだったり、こういった素材を使ってお客様に届け方もゼロから考え直して、最後にお客様がどうやって捨てるかまでを考えデザインすることができたら、また次にデザインするときにゼロから考え直せる。私の作ってるファッションは 99% ぐらい愛の告白に近いものがありますね。まだまだオーガニックに生きていくだったりとか、サスティナビリティを意識して生きていくってことが全然当たり前ではないと思ってるんですね、今の世の中は。でもそれが当たり前の時代もあったし、きっと自分たちは自分たちで嘘をつかず真面目に責任を持って自由を追い求めてたら、たどり着く未来は来るんじゃないのかなと信じてます。自由に生きているから責任は絶対的に伴うっていうのは当たり前だと思っていて、責任を持って生きていくことって本当に難しいと思うんですよね。でそれがもし自由な世界でうまく生きていくんだとしたら、その責任を問うそのスキルはもうその倍以上の能力で自分にプレッシャーかけていかなきゃいけないから、責任を持って生きていくのは当たり前になってほしいと思ってます。こういう自分にずっとなりたかったから今はかっこいいっていうか、生きていることにすごく一瞬一瞬を感動してるし、そんな自分になれたことにすごく周りに感謝している。 I'm really proud of myself.